こちらはアーノルド。まあ勝手にするんだな。ブラーボー、エピックだぜアーノルド。何驚いてるんだ。看板と衝突した時に次元のポータルを開いたんだよ。それで GTA5 のゲームに放り込まれたってわけさ。ロスサントスへようこそ。さてアーノルド、この町で最も裕福で権力者になる準備はできてるか。さあ車に乗れ。こいつはゲームの3人の主人公の1人、マイケルだ。まずは最初のミッションだな。アーノルド、射撃のスキルを見せてくれ。よしいいだろう。簡単に説明する。ロスサントスが犯罪者であふれかった危険な町だっていうことは知ってるな。まずそのイメージを変えないとな。その学校じゃマインクラフトのファンだって感じだ。タトゥーを入れても問題はないだろう。よーし、これで本物のギャングだ。さあ銀行強盗に行ってこい。計画はこうだ。まず静かに建物に入れ。走行ガラスをぶち抜け、金庫室のドアを爆破するんだ。ありったけの金塊を奪え。よーし、あとはおさらばするだけだ。 GTA で速く走りたいなら走るんじゃなくてジャンプする方が速いぞ。今持ってる武器とゴールドの実際の重量は480キロぐらいなんだけどな。まあ、GTA ではそんなこと関係ない。さあ、追いかけてきたぞ。うまく逃げろ。そんなことは実は朝飯前だ。静かな場所に隠れりゃ大丈夫だ。ちょっと待ってりゃ、奴らは君のことなんて忘れちまうのさ。おい見ろ、よかった。アーノルド、これで自由にお金を使えるようになったんだ。パーティー、高価なスーツ、街の不動産を買い占めろ。そして目を覚ましたら、街から最高の景色を楽しむんだ。ま、すぐに退屈になるだろうな。忘れたか、本物のギャングなんだぞ。そうだ、究極のカーチェイス、本当にクールだぜ。撃たれないようにアーノルドを動かしてみてくれよ。飛行機か。GTA で飛行機を使えるやつはいいねを押してくれ。アーノルド、脱出、脱出せよ。ついてなかったな。アーノルド、どういうわけか知らないが、やたらでかい怪物がいる GTA のモッドに来ちまったようだ。全く使えねえやつだぜ。アーノルド、ミッション失敗だ。おお、まだ生きてるじゃないか。これはなんだ、新しい GTA か。うん、いや、これはまだ早いな。